入塾時期が6月9日現役で6月に入塾する、はい、うん、武田塾チャンネル。まあ、10時間ぐらいはこう部活引退した後しっかり勉強時間取ってたと、はい、ですね。はい、もうこの時点で即塾とかシスターもね結構いい感じで仕上がってきてます、ね、はい、まだ前半には終わってないけどって感じですね。はい、8月ですね。8月やってた参考書、はい、システム英単語速読英熟語ネクストステージ入門英文解釈の技術70、うん、英語長文レベル別問題集4をやってますね。長文までいきましたか。行きましたね。開始3ヶ月目ですよ。これは早いですねいいですね。順調に不合格出さずにいってるペースですね、うんうん、はい、中学英単語からね2ヶ月で高校基礎を終わらして、はい、ね、うんうんうん、長文をもう8月から入るって、これはすごいペースです。なかなか刺激的なペースですね、はい、うん、で次9月に9月です入るわけですね。で、ね、参考書的にはそろそろね長文が終わってくる、日大レベルが終わってくる頃ですね、はいはい、うん、9月にやってたのはシステム英単語速読英熟語やっておきたい英語長文300、英語長文ハイパートレーニングのレベル2で、文法は英文法ファイナル問題集標準編をやってます。うん、うん、まあ文法やる余裕があったから追加で早めにやっちゃったって感じかな。はい、はい、で長文で言うとセンター試験の過去問、おで日大の段階突破テストもこの時受けてますね。そうだね、9月の最終週に課題として出されて10月1週目に受けてますね。初めて受けてるんですね。はい、なるほど。で最初の段階突破テストが、うん、62% と、これ合格水準が7割2回取るか8割1回取るかですね、はい、だから惜しかったんですね。惜しかったですね、うん、これがリアルですよね、うん、なんで、その先には進まずにセンター試験の過去問とか、うん、その近いレベルの長文をどんどんやっていってますね、うん、ここで演習を積んで、長文のレベルを克服していってるっていう感じですね。だから早稲田受かってる人でも日大レベルの知識じゃない時点で日大の過去問挑戦したら6割しか取れないと、うん、でもこれ多分復習の時に言われてると思うんですよ、はいはいはい、取れただろっていう話をされてると思うんですよ、アドバイスとか見てる限りでも、はいはいはい、やっぱだからやってすぐ使える人ってのはやっぱなかなか少ないわけですよね、うんうんうん、だからそれを使えるようにするために過去問を挟むと。確かに。でこの後合格するまで延々と続けられるんで、それがどれだけ続いたのかが10月にこうやってくるわけですね、はいはいはい、10月にやったことはシスタント即塾、さらにセンター試験の過去問、うん、あと日大の段階突破テスト、進めなかったんですねこの1ヶ月は10月、まあ8、9、10と日大レベルの長文を3ヶ月ぐらいやってますね、うん、そうだね、はい、だからやっぱ段階突破テストで苦戦してやっぱここで地獄を見たんだね。そうですね、なかなか甘くねえなっていうのをね体験してると。で10月にですね、はい、やっぱ7割とか取ってるんですよ、はい、段階突破テストクリアしてます。そうそうそう。で、もうマーチに日大レベル突破したら10月最終まで行って、そうですね、11月からようやくマーチに入ってますね。はい、はい、で11月の勉強やってた教材、はい、11月にやってた教材はシステム英単語速読英熟語、毎年出る品質英語長文マーチレベルと、うん、そして法政大学明治大学の過去問に入ってます。まあそうだね、法政明治だね、過去問、はい、あと中央も入ってるね。あ、中央も入ってます、ね、マーチレベルを片っ端から結構週に1年分とか2年分解いてるよと、はい、いうところで、まあマーチレベル終わってないけどもう過去も入っちゃってますね、うん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 、もう時間ないからっていうことで、はい、それはポイントですかね。うん、でもこの時期になったら不合格なんてほとんど出ないね、もう結構当たり前みたいになってきてるね、うんうん、まあ、単語も熟語もこの時期になるともう無限に繰り返してますからね。うん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 。じゃあ12月、うん、シスタン即塾センター過去問、毎年出る品質英語長文、法政明治中央の過去問と変わってないですね。はい、なんで毎年出るが12月に終わって、あと過去問だけやろうみたいな感じで、あ、そうですね、ずっとやってる。12月に早稲田の過去問にも入ってますね。うんうん、そうだね。はい、まあ本当だからここから先、多分ね、ここから選択迫られるんですよ。多分この状況で過去問で点が取れてたんだろうね。ああ、確かにそうですね、うん。点数取れてますね、実際。そう、取れてるから。
もう新しいものを追加して変にやり方を乱しちゃうよりも今ある材料でも戦って過去問のやり込みで何とかしようっていう風に方向性を舵を切った感じですね、これは。そうですね、うん、まあ、あえてそのこの時期に新しい参考書を追加するよりも、うん、演習量を増やしたり今までの参考書の復習をすることで完成度を上げていこうって戦略を取ったと、うん、だからね、だから多分これの後やっぱその早稲田の過去問ばっかりになるとは思うんですけど、はい、もう特定の学部だけだったら正直参考書を削っても、うん、その学部に関しては特化できるんで、はい、まあ、そういう読み方をしたのかなっていう感じで、はい、1月にやってたのが1月にやってたのはもう過去問オンリーと、もう復習と過去問だけっていう、はい、日大、明治、法政、早稲田など自分が実際に受験した大学の過去問を受けてますね、うん、なのでもうね、やっぱそのこれは結構特徴的というか、はい、ルート全部やんなきゃいけないんじゃないのみたいなのがあると思うんですけど、さすがに6月からやってルート全部は終わるかもしれないけど使いこなせないっていうのがやっぱあると思う、はい、なかなか、しかも中学レベルから始めてますからね、そう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 、なので物価の可能性を一番上げようと思って、まあ、先生とかと相談していろいろ考えた結果、マークレベルに止めるリスクはあるけれども過去問の完成度に勝とうという勝負に出て、はい、その結果勝ち取ったと、すごいですね、ということですね、うん、リアルですね。リアルですね。本当は綺麗にルートが綺麗に終わってて、プラス過去問対策で合格っていうのが一番その武田塾のカリキュラム通りの内容ですけども、ね、やっぱり実際の生徒は紆余曲折あると。そうだね。いや、人に歴史ありですね。歴史あり。うん。こんな感じで、ちょっといろんな逆転合格の生徒、うん、まあ、エピソードをね、辿っていけたらなと。はい、だ多分ね、これね、あの尊敬とかもそうだけど、それこそ宮廷大とか、はい、マーチとかね、はい、感覚取り立ったりも、はい、めっちゃ面白いと思うんだよ、ね、思いますね、え、これやってないのみたいな、ね、はいはいはい、ところとか出てくると思うんで、ぜひね、この辺見たいとかね、うんうんうん、エピソードとかもあったらぜひね、はい、聞いてもらえればと思いますので、はい、あとやっぱりこれ本来は、うん、これ実際に受かった M さんに出演してもらったり、うん、M さんの指導をしてた講師の先生とか校舎長の先生も、そうだね、こう、うん、実際のリアルな戦略みたいな話、ね、実は裏でこういうこと考えてたみたいな話とかも聞けたら面白くないそうですね、はい、なのでまあそういう出演もぜひお待ちしてると思います、はい、まあ、これは内部にいますけれども、ね、まあでもね、こういった形でちょっと、まあ、リアルなね、カレンダーをちょっと作っていけたらなと思いますので、はいはい、あなたにとって、視聴者の皆さんにとって参考になれば幸いです、はい、ということで、今回は以上です。逆転合格 .com 受験生の皆さんが気になる参考書の使い方やカリキュラム全て公開中です。役立つこと間違いなし、ぜひ皆さん見に来てください。そして参考書の使い方、学習計画など相談がしたい方、全国の武田塾で受験相談随時受付中です。ぜひ申し込んでみてください。